皆さんこんこにちは私はあの仙台に東北大学にいましたんでねあの32年ぐらいいたんであの青森には何度も来てますしあのから、まあ、大体東北中をめあの、まあ、旅してよく知ってるとは言いませんけれどもねあの非常に親しみを持ってやるわけです。 で私はねあのこ,のこの本を書いてましてねあの特に日本の起源は日高見国にあったっていうのは日高見国っていうのはどこかっていうとね関東東北ですね。あのそして今ここに北上川っていうのがねあのご存じだと思いますけどもあの宮城県から岩手をずっと。 長い川がねあれは日高見川って言ってて言たんですねですからあのちょうど岩手の、まあ、南の辺はもう日高神社っていうのがありましてまあ,あの戦後ですね残念ながらこう東北の人がちょっと元気がなくなってしまってまあこれは日本全体がそう,そうだったわけでねこう敗戦っていうことでね。あの やっぱり日本のこう本当の歴史や日本の本当の魂をね精神をですね失ってしまってといってもねだから潜在的にあの抱えながらもしかし表に出さなくなったとで表に出すのが何か恥ずかしいことのようにね思い始めたわけですね。 まあ、私あの32年も東北にいましたからねあの東北の良さっていうのが分かってるけれども逆に言うとその東北の良さは東北人がねあんまりよく分かってない。<music> でまずはですねあのこういう太陽の国日本っていうのはねまあご存じに日の元ですからね。ですからあのまた あの国旗も日の丸ですから、このことをね。戦後すっかり忘れてしまったわけですね。で、あの玉月みたいのやるとまあ、朝日新聞のあのはたらんって言って、結局そういう本当のね。こう。あの太陽の国であるっていうことをね。忘れてしまったわけですね。それからそれからまあ東北関東がちょっと寒い。まあ寒いってもね。他の国。 比べれば暖かいんですけどもご覧になってわかるようにですねこういう世界はね太陽の進行で始まってるんですよ、まあだから特にですねこのエジプトのラーなんていう、ね、これはもう右,あの右端にあのご覧になってますけどねかギリシャももちろんまあ。 ヘリオスももそそううししアポロもそうですし、ね、だから基本的にですねそうしますとねこの太陽の昇る国はどこかっていう問題が人々のねこう、まあ、人間の特にアフリカからの人類は生まれたと言われるわけですから彼らが、ね、感じるのはその太陽が昇る国に行きたいという、ね、そういう願望が 一つの宗教の始めなんです。ですからこれのそ,その証拠がこれなんですね。これどういうことかというとね、一番上のこのまあ、あ部分がね、ちょっと出っ張ってるでしょ。ここにですね、日本がちゃんと書かれてんです。 つまりねあのここちょっとその下にまあ半島朝鮮半島みたいなのがあって日本に行くというその一番高いところがヘブンって書いてある天国つまり日本がですねこういう一番高いところの場所にあるんだということをねこれはあのも,もちろんあのここに書いてあるヘルフォード寺院の中にある地図が示してるわけですけれども。 これを見ると、ね、やっぱり東北オリエントの日本が一番上に書かれてるでこれこそがねやっぱり日本世界の中心でもちろん真ん中はエルサレム、ね、だからユダヤ人がいいいたに違いない西洋行くとねそういうことがよくわかるんですこう,こういう大聖堂は必ず東を向いてる、ね、そこは太陽を昇るとこだとですからその一番中心が日本なんです。 日国のことはね縄文これからお話しする縄文時代ですからね非常に自然が日本っていうものをこう人間のこう魂を作っていく自然心があったねこれは太陽神であるわけで今ご覧あのお見せしたようにね。で太陽神それからお月様でもあるしあの日本あの東北にはねだから一つは 関東東北にはアマテラスと月読みの尊っていうのがこれが出羽山にあるねだから月読みの尊つまり太陽と月そしてスサノオが一人あるこのスサノオっていうのが出雲から出雲へ行くわけですけれどもこれがね彼らなんですよユダヤ人で。 でこれがね面白いんですよあの彼らはユダヤはもうだからね乱暴同席を働くわけですよあ、ま、あの高輪原でねそしてあの馬をこうみんな皮を剥いで上からボンと投げたりねもう汚いことばっかりするからの面白いのはスサノオがですね高輪原から追放されるんですそういうことでね。まああもちろんご存じようにあの ア、まあ、アママテテラスと大喧嘩をしてですねアマテラスがお隠れになるとく隠れるわけね岩と隠れを。でそれをみんなが集まってですね天のうずめがお踊り踊ってそしてちょっとそこを見たとこをガッとこうねあのまあ抑えてそこをあの岩戸を開けたというねそういうことがあの、まあ、古事記に 書かれてるわけですけどそういうそのこう原因を作ったスサノーっていうのが追放されるわけですねと追放されたときにね面白いんですよ千の蔵を持ってたってね。千の蔵を全部取り上げたっていうんですつまり日高神国に来ていたユダヤ人がやはりその大儲けして千の蔵を持ってたしかし 乱暴者だったっていうんで関東東北からつまり日高国から追い出して出雲国に追放しちゃったからね。で出雲で奥の,、まあの御実たちと一緒にですねまた再建するんですけども彼らがやっぱり外,外来者としてですねあのだから日本っていうのはね関東東北関東東北と 関西九州というね、こ二つの国があるんです。これをちゃんとあのノリトが言ってるんですね。ノリトが日本はね、大山と日高国だって言ってるわけです。今まではね、大山と日高国、日高国ってなんだ分かんなかったんですね。しかし、これが関東東北だった。 でこれはねですから北上川が日高川っていうことで分かるでしょう関東東北それから北海道にも日高地方ってのがあるでしょうから中部にも飛騨地方がある飛騨地方っていうのはなんか飛ぶに跳ねるっていう段とくんですけどあれも日高の飛騨なんですね。で,ですからね関東東北が全部飛騨上国だったっていうことがそれで分かるわけですね面白いのはね。 これをご覧になったわけで、日高地法っていうのがね、あのちゃんと小地図にも書いてあるね。これはまあちょっと印刷であの活字を起こしたわけですけど、でこちらの方の出雲の方、まあ左のあの西の方がまああの大き,大きい面積で書いてますけど、これはまあ西の方をだけはよくわかってるからっていうことなんでしょうけれどね。でこの 東の方に日高みっていうのが書いてある。るそして北海道まで日高って書いてある。ですからね。実をと北海道っていうのは、まあ、皆さん、まあ、ね、こう。外地みたいな格好で、で、北海道の人は内地なんて言ってね、こう本州のことを言うわけで実をと、一体化して、してたんですよ。だから、同じように日高、日高み国って言ってたわけでね。で、これがね、日本の。 元の状態であったわけですねでこれこそがですねこっから始まってあのそしてあのまあ日高神社たくさんあ,るあのお酒まで日高たくさんあるっていうことをあのこれ示してるんですでこれが大事なことでねこれご,ご覧と分かるように縄文時代の遺跡がですね 圧倒的に関東東北にあるってことはわかるね。で、まあおそらくね、あの90パーセンターは関東東北にある。これこそ高み国。でこれがまた高まが原というね国として想定されてされたのが古事記日本書期なんですね。ってこと上にあの冷えのあれ。 っていうのが、ね、あの作ったまあ書いたあの交渉でまあ書いたっていうわけですけれども「鄙のあれ」っていうのは「はたし」ですよね「は花肌 <laughs> 花肌ね」「はな」「はだ」「鄙」「はな」「はだ」「だ」ってつけるのはユダヤのだ「だ」「だ」「だ」が強いですからねそういう意味で「た」たとか「だ」をつける まあ、肌さんとか、ね、いろんな「た」をつけるあ、まあ、名前が多いですけど大体「ハた,たし」系ですよね。でそういう人たちが非常にこう強くにあの、まあ、言葉が「ハたし」っていうのはねやっぱり言葉が巧みなもんですからあの、まあ、商人ですからねもともとやっぱり。 言葉それから各地でこういろんな、まあ、このコミュニケーションをつまり情報を与えるっていう役割があるわけですね、まあ、そういう意味でね日枝のあれがですね作った時やっぱりその歴史の中にですねそういう大臣的なものも入れてるんですね。ですから「あの古事記」の中にいろんな意味でね西洋の,のいろんな まあ、あ話が出てくるわけね。あの,黄泉の国の話なんていうのはね日本にはだった体もともと黄泉の国地獄なんてないのにあたかもあるかのごとくね書いてますけどもまああのそういうことでねこれご覧になってわかるようにずっとね東側に人々が住んでた西側じゃないっていことが分かるでしょ。で赤い その人口が多いところは全部だいたい東側なんでねまあ特にこの縄文中期なんていうのは、まあ、まさにそれをねよく、まあ、示してる特に中心が写ってる。でこういうふうにですね最初はこう東東北に。 北にですね多いわけですがまあここの八ヶ岳とかね長野にも最初あの石器時代からずっと人々がいたっていうことがわかるわけです。でその部分と東北にまた多くの人たちが行ってる特にもうこの縄文の後期になると東北が一つの中心でもあるわけ、ね、で関東東北っていうことになるわけです。ですから まあこれ見ても分かるようにですねいかに東北っていうのが大事な大事なところだったっていうことが分かるねまね、あ、これ全体的に見ればもうこ,うこの仙台それからねあのこの北上川の中辺青森それからまあもちろん関東ですね埼玉群馬長野この辺が人々がたくさんいてですね諏訪なんかがねやっぱり から、八ヶ岳周辺っていうのは非常に重要だっていうのはわかるんですね。で、こういうのが日高見国であったということですね。ですから、これこの歴史を。すっかり忘れたわけです。戦後はね。だから、皆さん日高見国なんぞやっていう。さっぱり分かってない。関,関東遠くの人さえもわからない。 だから非常に変更した歴史を持っている遺跡の数でもわかるしですね人口の数でもわかるしまあ皆さんご存じように三内丸山っていうのはね出てきたわけですがこれがここにあるわけですねだから関東東北にその辺にあるんだということでねこちらの方がもともとの日本の源流だったっていうことをねそういうことを知らなくちゃいけないわけです。 で私はあの日本国史の源流っていうのを書いてねこれが縄文精神そこに大和心がくっついていく大和心っていうのはね非常に、まあ、ある意味で外国的なっていうかねあの、まあ、はっきり言っていわゆるその西方のユダヤ的なものが持ってきたということでねあのそれが関西京都 を支配するっていうことになるわけ今日はまあその縄文というもののね基本的な姿をさらに深めてまあ皆さんの参考にしたいと思います東北に住んでる人はぜひ知るべきだということねでここは日高見国の縄文文化のつまりまあサンプルを入れたんですが東北 関東圧倒的に多いですよね東海ですからこの精神をですねどういうふうに生かしていくかっていう問題別にいやこれ東北ナショナリズムを言うわけじゃないんですよでも私はまあ東北大学にね32年いましたからああこういうところが日本本当の日本だんだなっていうことは分かるんですよ。 まあ今まああの2番目の家内があの東北人なもんですからねもうきちっとしてるっていうことはもう本当にあの九州東京の人よりもきちっとしてるしでそれを恥ずかしいあのつまり変えようとしないしですねまあ皆さん東京に憧れたりねあの なんか自分たちがちょっと遅れてると思うかもしれないとんでもない東北の人こそですね大谷みたいなねゴミを球場で拾うぐらいのちゃんとやってるっていうこと、ね、日本人らしいのはやっぱり東北人なんですよ関東東北人なんですね。今関東って言ってもね関東人もねなんか関東になんか文化あるのかっていうようなことがねよく江戸はわかると江戸は文化があると。 しかし関東って何だっていうことになるとねもう彼らも自信を失ってるわけねところがやっぱり関東こそがね江戸の文化を作ったしそれから鎌倉文化も作ったし同時に京都奈良に対抗できるね文化を,もを持ってるわけです内在化してるわけね。で今回実を言うとね私たちはまあここでも日本国士学会の方が あの東京から来てるんですけれどもまああの多くの人がこの北海道にも行こうと思ったんですねで今まで北海道っていうのはまた別の文化だというようなねアイヌ文化だとかエゾ文化だとんでもないそんなことないんですよ。同じ文化なんですねでこのやはり東この東北の続きのようなところでちゃんと遺跡がたくさん 見出されおそらくもっと掘ればですねあの他のところにも北にもあると思うんですがまあやはりあの東北の続きなんですね。本州って言った時に北海道も入ってたんだということをねちょっとまあ強調したいと思うんですね。それで特に大体山奄石あの遺跡が出てきましたね1万6,500年前。だから ここのの辺が日本の一番古いところなわけですよねそれも北海道をこうかがうところであるわけでまさにここが最初の日本がこう生まれたところだと言ってもいいぐらいですね。それはこれはどういうことかというとね他の国は全部石器自体なんです。 だから新石器時代がね紀元前六七戦まで続くわけですね。日本はね土器がもう1万6500年前からつく石器と土器が違うどこが違うか土器は火で塩をねこれ焼くわけですよね。非常にこう火力を使ってですねで硬く粘土をただねこう <laughs> あのまあ,あ土器を作るだけではなくそこを焼いてですね火をくべても決してそ,のそれで負けない、ね、その器を作るわけですねそれだけの加工をすることができる文化なんですね向こうはね石を掘る石を削るだけなんです。そそれれれははあるるけれども土器を作るっていうのはまた別なんですそれに ましてですね周りに縄文をつける縄をねあるいはこう編んだものをねそこにこう模様としてつけるっていうようなことをやることは非常に意思的なものであってね意味がなくやるはずがないんです一体それが何かっていうことそれは結界ですよねつまり それその縄,文縄によって包むことによってその中を成果するだからねやはり水っていうものが非常に重要だということが分かる、ね、だから縄文土器っていうのは基本的に水を成果する水を神と考える水を素晴らしいですね人間のまあ元とと考えるっていうかなそういうことですよね。 まあこれはもうギリシャでもね水が元だって言った哲学者もいますけれどもまあこれこそねやっぱり日本にとって大事なことであるわけです。でこれからねたくさんのこういう土器ができていくっていうねこれはねだからその熱を。 これはだから単に100度とか200度じゃなくて500600度以上の、まあ、1,000度近くですねおそらくあのこういう土器がこれだけしっかりとねこうまあ壊れないようにあるいはあの火を焚いてもですねそれであの崩れないようなそれだけの高い 熱をあの与えて作ったこれをもう1万6,500年か,から作ってるわけです。で1万3,000年ぐらいから本当にねこういう土器の立派なのができていくわけですね。で一番この中期後期になるとこれはもうある意味でね単にその実用を超えてですねはるかに芸術的になっていくわけね。これは 決して単なるこう技術的に進んだからそうなったんではなくて、まあ、これからご覧に入れますけどねすごい文化があるんですよ。こんなね、まあ、私はまあ美術史やってるからよくわかるんですけれども芸術だって言ってて言るんです、ね、まあ,あの土偶のことをちょっとまあ言わなくちゃいけない土偶も面白いですよねあとでまた土偶を出しますから土,土偶っていうのは何か なんかこの頃なんかこれが植物の一部をどうしたとかなんかねあ,のあんまり意味のないこと言ってるんですけどあれはあ,のあんなことはないですこれは何かやっぱり人間なんですね。人間なんですけれども実を言うとねこれここのところで面白い神話がちゃんとこれの回答をしてるわけつまり イザナギイザナミがね最初に産んだ子がヒルコだって言ってるんですヒルコなんですよこれ言ういいと言うとこれこの皆さんはねこの右側の方の社交土器ねここに近くあるこれをま社交土器でなんか不思議な宇宙人みたいだしかし真ん中をご覧になってるわけです目がただれてるっていうのがよくわかるんですね女性像ではあるんですけど でそれにこう縄,縄文をつけて飾ってはいるんですがこれはあのまあ眼界に痩せればねこれはもう目がたたれてるんだ、ね、盲,盲目なんだとそういう子が出てくるわけでね、まあ、あの頃のこうある意味で子供はですねやはりこういう近親相関ねいざなぎざまぎを兄弟婚です。 で神話を読むとね8代ぐらいその兄弟婚でずっと「イザナギが最後になるわけで,す、ね、でそこからあの、まあ、この新しく「ですねイザナギが一人で三人の、まあ、三神三柱の、ね、天照と月読みと菅野を生むわけですねそこからまあ新たに始まるわけですが、まあ、いずれにしてもね 最初に「ヒルコウムっていうのは「ヒルコはご存じのように「カタワなんですね「カタワっていうと今言っちゃいけないかもしれませんけれども要するにもうみ見てはいいけない子な子んですねだけれどもこれをね日本はすぐ芸術化していくんです。これがちょっと面白いことでねまあこの辺はまだねなんかおかしな子が出てきた。 まあ、しかしそれについてこう像で作っとこうとそれは何かっていうとああやっぱり可愛いんですよねやっぱりそんな昼子でもねやっぱり自分の子になるとねやっぱりまあかわいらしいだからそれをなんとかこう像にしてですね小さな像にしてとっとこうとそれが今ですからねこけしですよ。東北にははが多いんですねあのそれはもう あれも手がない足がない顔だけがでかいとしかしあれも可愛いですよ結局あれが今ある種のねこう人形になってますけどあの元はそのこういうものですよねでこれはまあある意味でグロテスクに見えますけれどもこれをね芸術に仕立て上げるわけですねこれの凄さがまた日本の芸術性 いうか日本人はもともとそういうでちょっとね「昼子」っていうことは何かってこういう本来はこういう子が出てくるんです。これはねあの、まあ、まさに南米なんですね。南米の人はこれ見ご覧になって分かるようにまあこれ右左の場合はちょっとあれですけどグロテスクそのものですけれどもこういう像が土偶がたくさん残ってるんですね。 でこれはビレンドル,スのビレンドルフのこう「ヴィーナス」もこれも肥満症の器系なんですねだからこう,こういう肥満なが出てくるとねやっぱりまあ肥満っていうのはまた逆に言うと豊上の印でもあるわけでですからねこれ,これが残されてるのはよく分かるんですよねこう,こういう子が出てくる大体みんなもうひもじい思いしてねあるいはまあ こういうい時代が栄養なんかない時代にこういう子が生まれてこれも出てくるとですねこれ右もそうですけど土偶のヴィーナスと言われてるわけですがこういうものが生まれてくるとやはり人形に残しとこうというねそういう気持ちが出てくるしかしこれが本来の彼らのねなんか面があったりもう半分は骸骨みたいなねまあこれはちょっと極端に書いたんでしょうけれども。 いずれしてもこういうものが土偶の元なんですだから決して木の一部がこうなんだってそんな全くね今は研究がねフォルモロジーっていうものがないもんですから日本にね文献しかあの研究者がね材料がないもんですからないっていうかねそれしか信じないもんですからそれにないものは一切何も言わないんですね。 私の今学問としてこうフォロモロジーっていうことを言ってるわけです形を読み取るる学問があるんだとそれがもう歴史においては半分はそれが,それがないとそれを読み取れないとできないって言ってるんですよね特に原始時代はもうと特にそうなんですよ文字,文字がないんですからだからそういう読み取れなければねあの歴史がわからないんです形の学を作らないといけないって言うんですよね。 そうすると東北というのはものすごい方向なってくるだいたいだから七世紀以前の芸術文化というのは全部形しかないですからだいたい前方後円墳なんていうね、こう世界で一番巨大な文化があるわけで、ね、す私はあのダイレクト社で 今ニューヒストリーっていうのをやってるんですけどそこでもうそういうことをきちっと言ってるわけで古墳の時代の日本の在り方っていうのはね二徳天皇陵が一番大きいわけですけれどもハドリアヌス帝のねつまり古代ローマと同じレベルだって言ってるんですよ。アウグスティンス帝とかねやっぱり向こうもね皇帝の巨大な墓を作るわけ。それと それよりも大規模なのが日本の仁徳天皇陵であるし王仁天皇陵なんねだから豊かさも同じぐらいということが言えるですからね古墳時代っていうのはすごい時代だっていうことをね私は言ってるにもかかわらず形を読み取ることができないためにねそういう学問がないためにね向こうは美意識があり考古学がありね モルフォロギーっていうか形学がまあ植物学のもやあるしですね建築っていうものをねこうちゃんとがあの文化としてこう言えてますからそういうことで言えるわけですけど日本は建築っていうのは必ずしもねやっぱり木ですからねあの小さいしそれから縦穴住居なんていうとなんかみすばらしい感じがするらしくてですね縦穴住居っていうのは大事なんですよあれはね。 あれこそが日本の精神日本人の家族精神ができて共同体っていうものをね家族を中心に見るっていう強固な考え方ができ,できてそこに年功序列の精神が固く見えるだから皆さんだってそうでしょう年の先輩には敬語を使うでしょう自然にそうなってるんですよ。そんな国は他にないんですから世界に。 いいお兄ささんんとう言葉さえないんですから世界には日本だけなんですよお兄さん弟みんなブラザーってだけですからねフランス語でフレールっていうだけですからだから日本だけなんですよ本当にそのお兄さんお妹ちゃんとその上下をね言葉出してるそれは縦穴宗教のおかげなんです。 そして兄弟がみんな共存するわけですよね一緒に共生するわけそうすると必ず秩序が出てくるわけだから二歳年上だと子供の時はこんな大きいわけですよねでで喧嘩なんかしたってまあ必ず負けるわけですよ弟はねだからそういうことがねやっぱり日本に身についているからこそ共同体っていうのは家族を中心にしてできるわけでね 西洋の場合は狩猟民族あるいは遊牧民族だとですねそこに定着しないからね必ずしもそれがこう身につかないですね。ですからやはり日本はそのだからといって日本は農耕民族だからっていうんじゃないんですよ農耕民族がなくても日本は定着したんです。それは縦屋の住居のおかげなんですね。で縦穴住居という何かうと土 覆ったらもう本当にあの夏が涼しいし冬は暖かいっていうねでそこに火をくべるっていうことによって水の進行をねこう生み出すわけで水っていうものが大事だだっていうことを分かるわけですよね。<music> こういうこの特にね関東のこの水の豊かさ ですから関東っていうのをね、まあ、皆さんあまり、ね、こう関西関東あの関西の方に文化があると思いですけれども本来こういう実を言うと日本の水穂の国っていうのは関東なんでね。で水がこう豊かでねそこでこう生きるっていうまあこのそして攻めてくる敵がないんですよ。 だからね、まあ私に痩せれば本当にこう世界から、えー、旅行から帰ってくると日本っていうのはまあすごい優れた、まあ、地形とね優れたっていうかまあ見事な地形があるんだなっていうことでまあ最初はなんかヨーロッパ行って、ね、なんで俺は日本人なんだろうとねあんな最果ての国の。 まあ、えー、そのヨーロッパ人に比べると体が貧弱でねまあ風鎖が上がらないなんかおかしいなって感じしたんだけどやっぱり向こうでもまれてくるますとねあれはユダヤ人と会ってくるとかね、まあ、いろんな経験をしてくるとあこれはまあ,あのみんなもう本当に戦ってるんだなと死と常にこう。 まあ、向かい合ってんだなという感じを持ってくるとね特にだから関東っていうのはねずいうとこの水の豊かさそして海こう水全部船でね入っていくっていうことで、まあ、これが非常に重要なことであるわけね。ですから当然この水,水に対する信仰っていうのが生まれてくるわけです。 ちょっと三内丸山これはまあ私も何度も言ってるんですけどねこの三内丸山っていうのが大事なのはねやはりそういう自然の環境の中でまずはねここに塀がないっていうことですね。つまりねそれは動物が入るかどうかはねまあ 簡単にそこにこうある種の,こうあの水を作っていけばいいっていうことで片付けるし大体敵がいないからねそんな塀を作る必要はないわけで,ですからこの1992年にこれが発見されてですねこれで縄文の部落の原型が出てきたんですね。で ここはです、ね、農村ででもないわけですで周りは栗,栗の木が出てきて栗を食べていた主食じゃないんですよこれをね栗をね主食にしてるなんてそんなことじゃないんですこれはもう魚も食べるしですねあの山菜も食べるしですよねだけどね栗だけを強調してこれで米の代わりにしたっていうことだけでね 日本は米,米が中心だからね農耕はそれでばっかしとんでもないあらゆるものを作ってるわけですね。で,ですから西洋はね農耕文化が来るとそれが進歩だっていうわけねサハリの,あのサピエンスもそうなんです農耕文化ができてから戦争も始まるしあの要するに進歩の差もできてくると。 でこれがマルクス主義の始まりね農耕社会で初めて貧富の差ができ階級社会の始まりじゃなんて日本なんかそんなのないですよでこれをご覧のと分かる農耕社会でも何でもないんですねこれまあ、狩猟もやるし漁業もやるしですね採集もやるし栗も食べるしですねそれから鹿やイノシシも食べるしですね魚も食べるしまあおそらく食種 にまあを考えるとねですからねで中央にちゃんとこういうねあの大きなまあ,あの集会場もあるわけねそしてこの祈る場所もあるそしてこの塔とは何かこれは完全に太陽信仰の塔ですよ。だから高い ところに、ね、非常に高い塔を建てるわけです。ですから太陽信仰の <laughs> 中心とした部落実を言うとねこの塔は一つしか作ってないとんでもないこ11もあるんですよ。だから私はこのね三代目ある目いは行くとどうもなんでこんなミニマムでね文化をしか表さないんだと言ってるわけです。 これはね、でこれバラバラとしたこう建築しかないですねところが600件もあったの、ね、600棟もこれ全部作ったら面白いですよあここに大村落があるあるいは <laughs> 死と言ってもいい、ね、あのだからね日本人はねもうあらゆる考古学から現代までね自分のことを卑下してるね、こう。 なぜヒゲする必要があるんだっていうでこれはだからねまあ、えー、いいことなんですよ謙遜つまり我々の中ではそれでいいんですよねお互いにもう自分たちで共有してるんだからそんなことを威張る必要がないところがねやっぱり今みたいなねあのインターネットの時代になってくるとね外のあれがもう通過ですからねつまりこのような 国際まあ国際化っていうのは別にいい意味で言ってんじゃないんですけどこれつまりいろんな情報がインターネットではねメールでも同時的にいろんな知識があるいは会話が交わせるわけですからメールっていうかねインターネットで。そういう時代にねやっぱりあのまさにそのあらゆるヨーロッパのことあらゆる南米のことが分かるわけですよ。 そうなるると、ね、やっぱり日本が超大化でできるわけですねそうすると日本っていうのは素晴らしいなということが言えるわけですよ。だから今はインターネットの時代になって初めて日本というものが素晴らしいなっていうことを言える時代になってきたわけね。もうあらゆるものをとっても日本の方がね優れてるっていうことがわかるし別に彼らが言わなくてもねそれで比較できますからね。 だからそういう目をね。インターネットにあの？しあの使っていただきたいと思うね。それから、あの地方でもそういうことができるっていう感覚をぜひ作ってほしいと思うね。地方にいても世界はわかるんですよ。あるいは東京のこともわかるんですよ。情報はね。ですから、そういう地方にいても阻害されない。中央と同じ。 情報量があるんだっっていいいう自信を皆さん持った方がいいん持たがですねだから東北にたって東京にたって同じだっていう感覚を皆さんちゃんと身につければね東北にいることは決してね何の田舎にいることじゃないんですよすぐ「田舎」っていうような言葉を使ってね引き下するんですけどとんでもないそんな必要はないんですよ。 普通皆さん火炎土器火炎土器って言うけど火炎じゃないんですよだいたい火にくべるわけですからね火にくべてるものがまた火炎をつけてるっていうのはおかしいでしょうダブルイメージですよねそうじゃなくてねやっぱりこれこそねこれは火炎土器ではなくて水炎土器であるとこれは笹山遺跡新潟県ね十日町あそこはねだからご存じのようにあの 川が、ね、氾濫したりする、ね、だから一方でそういう,こう水の流れっていうもの水の怖さっていうものを知っていると同時にですね水っていうもののこうありがたさその感謝の気持ちをね込めるからこそこれだけのね形が形が踊ってくるわけですよ。 もうね、あの仏像に次いで本当にこう見事なね形の美しさこれはまあ私はまあイタリア、えー、まあ反,反省はですねイタリア美術をね研究してましたからよくわかるんです彼らがね一番わかるんですよこの美をの。で彼らにない美なんですね。この中央のこれなんかすごいでしょう。 でこの水の流れをできる限りねあのだから場合によってはねこういうその北斎の水の流れがねまるで土器の中に現出しているように見えるわけこのね北斎の水のすごさっていうのはこれは、まあ、まあ皆さんもご存知のようにね。 「<laughs> モナ・リザについ」にと同じぐらいに世界に知られてるのはこの北斎のね、まあ、神奈川県を神奈川沖浦波という、ね、このだと言われてるんですけどこういうものがもう縄文に出てるんですよ縄文時器。ですからこれをね我々はね美って呼ぶ以外何もないもん ないないととうことですねで美っていうものを作るだけの文化度っていうのはどういうことかっていうと実用性をもう超えてるわけですね。ですからこんなところに水は入るけれどもそこで料理するっていうのは実用性がもうないわけです。なんか考古学者ではこれでもねなんか料理してたんだっていう人いますけどそんなことはないですよね。しかしか水を入れてて火にくべて それを中心にまあ人々がねこう聖なるものを大事にする大体いい日本は必ずですね家に入る時は靴を脱ぐとそれは聖なる空間に入るっていう意味なんですねそれから床の間があるでしょう床の間っていうのはまた一段高くなって床の間っていうのは何かまあ皆さんまあもう 床なんて持ってない家が多くなりましたけどねみんなテレビ置いたりなんかしてあれは日本の一番独自な文化ですねつまりあそこには神がいない仏もいないしかしそこに聖なる空間があるそれは何かって芸術空間なんねあそこに必ず掛け軸があるそして生け花があるね できる限りそこに独立したそこの中はね美に満たされてるそんな空間を持ってるね文化世界にないですよだからやはりねそのそういうことを自覚しなくちゃいけないねそういう美の文化を作ってきたんだ美が神なんだということをね知ってるわけですよ日本人は。そそこをまあそれが 茶室にもなるんですけどね、まあ、茶室っていうのはまあ,ある意味でねこうお茶を飲むっていうそう,いう文化であるわけですが、まあ、そういうものを愛でるいいなと言って愛でるこうそういう空間でもあるわけですねそれこそねやっぱり日本の空間であるわけですねですからもうすでにこういうものをね あの縄文時代の中期に出てきたこれはだから危険前2,000年から3,000年でもすでにこういうものが出てきたとする、まあ、するっていうか現実にあるわけですがこういうものをまあ竪穴住居で何なりの、ね、中心において文化があるその家族がいるっていうこと自体は まあ先ほど言ったような、ね、床の間がある文化と同じことで非常にねそれはある種の抽象性を帯びてるわけですだから抽象化っていうね植物的なこうただ生け花っていうのは花だ花が美しいというのはこれは何だかわからない <laughs> しかしそれが水だっていうことを知ってこれこそ この水の素晴らしさがこれだけねこういう形にもなるんだで、それが信仰の中にあるっていうことを知ればですねこれほどまあ,ある意味で奥深いものがないというかでこれは形しかないねだからこれについて論じた文章もないわけですだから大事だっていうんで形を読み解く文あの学問っていうのがね必要だっていうんですよ日本について。 そうするとどん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 ねですからそういうことはね一体何なのかってこれはもうまさに自然心というものを水と見てねでそこにこうまあギリシャではターレスですかまあそういう水が中心だっていう、まあ、哲学者もいるわけですけれどもやはりそういうのは日本ではそういうものだっていうことね。 ですからそういうことによってね初めて我々は日本の文化っていうのがわかるわけです。で、まあ、土器の文化っていうのはねそれだけあの奥深いものがあってしかしそこには文字がないという。ですからまあ <laughs> その文字のない文化を。 読み取ることによって初めてああ日本っていうのは素晴らしいんだなっていうのは分かってくるですからその訓練をね学校の時にしないといけないんですね。で日本はね黙ってる文化なんですよやっぱりそんな余計なガタガタねいろんなこと言ってこうあの分かる文化じゃない感,感覚で分かるっていうね 空気を読むっていうのはプロパガンダに引っかかりやすいっていうことなんでそういうふうに見えますけどやっぱり空気を読むっていうことはまさに形を見てその素晴らしさに読むっていうことでもあるわけね。これ見てごらんなさいもうこういう形の面白さ不,思議不可思議さね。 現代芸術のどころじゃないん,です現代芸術なんて本当に貧感たるものですよねこれに比べるといくらこう装飾的に描いてと。でこういうものがその長野やねあのまあ新潟から始まるこの信濃川たくさんあるんですよね。ゴロゴロしてるロゴロしてるってあれですけど展覧会ごとに新しい発見があるんですけどもこれはねまあ何度も言うように見事なものですね。 縄文というのはもうまさにこのたくさんの、ね、こう土器たちとともに土偶とともにですねあるんだということを勾玉というのがあるんだということを分かればです、ね、形によって日本人がね自分たちの精神を表してるんだということが分かるわけでねまあちょっと時間がちょうど2時半に近くになったんでやめたいと思います。どううもありがとうございました 今回「縄文音楽のすすめ」という講演会を企画いたしましたのは私どもが2020年9月17日にですね今の世界文化遺産となっています三内丸山遺跡の縄文地層から酵母を発見することができまして。 でそれをですね今ワインとシードルそれからパンという形で商品化することができました、まあ、それを記念してあのちょっとご縁のありました安井先生にお声がけをしたところ、まあ、田中先生とも一緒にやらないかという話になりそれで、まあ、今回こういった形で講演会を開くことになりました今後も続けていかれるというこですか形ににしてです、ね、これから、まあ、青森中心に まあ、縄文遺跡っていうか縄文文明を、まあ、世界に発信していけたらなというふうに思っていますが、まあ、国内においては日本の歴史をもう一回見直すという田中先生のお考えに賛同しておりますし、まあ、そういった形で、まあ、私どもはまあ微生物の世界ですけれども少なくとも生活がそこにあったということが、まあ、文化遺産の一つの大きなテーマでございますので、まあ、それを復活させて今の現代に皆さんに味わっていただいて。 体の中からその縄文を味わっていただくとそれによって縄文の DNA を引き継ぐ我々日本人は何かそこに科学,的科学変化みたいなまあいい意味ですけども、えー、ことがあって多くの方がより楽しく、まあ、平和に暮らせるようになれたらなと、まあ、そんな思いを込めましてこの酵母の名前を「夢醸す」と「夢を醸し出す」という、まあ、そういったまあ 思いを込めて名付けております。はい、ではよろしくお願いいたします。あの私また発見が出たらまた発表したいと思います。<ー>はい。